昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はですね、割合の問題なんですけれども、二次方程式になるような問題を選びました。これはですね、難関私立ではよく出てくるタイプかなと思います。また実際に入試で出たら差がつくところなので、ぜひできるようになってもらいたいです。問題読んでいきましょう。1200円で仕入れた品物に X 割の利益を見込んで定価をつけた。特売日に定価の X 割引で売ったところ48円損してしまったよと。この時 X の値を求めなさいという問題です。まず整理していきましょうか。仕入れ値は1200円ですよと。で、続いて定価なんですけども、X 割の利益を見込んだって書いてありますね。例えば1割の利益を見込んだって言われたら、元々の1200円に1割、まあ1かけたら数変わりないですね。数変わりませんね。で、1割ってことは10分の1、まあ、要は 1.1 倍するっていうことですね。 1.1 倍、1足す10分の1で 1.1 倍。で、X 割の利益を見込むっていうことは、この1割だったら10分の1足したものをかけるってことになるんですけど、 X 割だったらここが X になるんですね。なので、この定価は 1200×1 足す10分の X という具合になります。 X 割増しって言われたら1足す10分の X をかける。これはね、さらっと出てきてほしいと思いますね。はい。で、ただ特売日に定価の X 割引で売ったところ、じゃあ売った値段はどうなんだと。これはこの定価の X 割引ですね。なので、例えば1割引き、例えば1200円の1割引きはって言われたら、もともと1をかけたら数変わらない。1割分っていうのは10分の1ですね、分数でいうと。だから10分の1を引いたもの、まあ、要は10分の9、9割になるって考えるんですけども、1200円のもし1割引きって言われたら10分の9倍したもの。で、今、X 割引きだから、やはりここのところを X にすればいいわけですね。1引く10分の X。ただ、定価のですからね。定価、1200×1冊10分の X の1引く10分の X 倍という具合になります。定価の X 割引だからね。なので、1200×1足す10分の X。1引く10分の X。円という具合になります。で、ここでちょっとポイントがあるんですけども、ここで計算しない方がいいです。1200×1足す10分の X をね、先に1200足す120X ってやってしまうとね、ちょっとね、計算がごちゃごちゃになっちゃうので、ここはね、我慢して、このままね、しといてくださいね。で、結果としては48円損をしたということですね。損をするっていうことはどうなってんのかってことなんですけども、ちょっとピンとこなかったらですね、具体的な数で自分でやってみてください。例えば仕入れた値段が100円だったとします。で、実際に売った値段が70円だとしました。そうすると30円損するわけですね。この損した金額は仕入れ値から売った値段ね、これを引いたものが損した値段30円になるよってことだよね。なので、仕入れ値から売った値段引いたものがね、仕入れ値から売った値段引いたものが損した値段だよっていう式立てればいいので、方程式は1200から1200×1足す10分の x、 1引く10分の x かけたら48円の損でしたということになります。いい。なので、これをあとは解けばいいわけですね。で、どうやって解くかということなんだけれども、まああとはこれちゃんと計算できるかどうかね、1足す10分の X と1引く10分の X、 ここで展開してしまいましょう。1200×1引く100分の X の2乗、ここね、和と差の積で2乗引く2乗になりますからね。それがうまく使えるから、ここ先に計算するわけね。こっち先に計算しないでください。この2つかけてください。イコール48と。で、
1200マイナス1200プラス1200割る100で12だから 12x2 乗イコール48と1200と1200消えますね。つまり 12x2 乗イコール48よって x2 乗イコール4よって x イコールプラスマイナス2。ただね、今常識的に考えてね、 x 割の利益を見込むって言ってんだから、最初からねマイナス2割の利益を見込む人なんていませんね。常識的に考えて x は正ですね。 x は正より答え x イコール2という具合になるわけですね。いいかな。でここでねちょっと素朴なね、疑問で思った人もいるかもしれないんですけども、これ x 割り増しして x 割引しても元には戻らないからね。これあの x 割の利益を見込んで x 割り増しして x 割引するとなんか値段がね変わらないようなイメージあるかもしれないけど、元々の値段に x 割り増ししたものを x 割引で売るわけだから、あの計算するとですね、こういう式になるわけですので、あのここに1とか当てはめてみれば分かると思うんだけどね、10分の11倍して10分の9倍しても元に戻らないですよね。なので、そこで、なんか感覚的にね x 割増しして x 割引きすると元に戻るようなイメージあるけれども、元には戻らない、むしろ損をしてしまうっていうことになってるわけですね。はい、ということで以上で解説終わります。よかったらチャンネル登録高評価コメント待ってます。では。